2016年4月1日、突如としてこのようなスレが立てられた。エイプリルフールだから、新入社員入。君の名前名簿にないぞ。って言ったら泣いちゃったんだが。これやりすぎた。泣いてからすぐネタバラシしたんだが。最低やんけ。やっぱり、新入社員の中でもうネタにされててかわいそう。かわいい。泣くことないだろ。嘘をつ。ほんとなんだなこれが。はいバラハラ。それは困る。お昼休憩終わったら多分話せるんだけど、どう対応すれば正解かな？お前が噂されてるんじゃないのか？多分それもある。受けると思ったのに、ユーモアのある先輩だと思われたかっただけなのに、おそらくやめる。それ俺のせいになるやつだよね。やばいやんけ。お前は一生恨まれるやろな。そいつにもそいつの家族にも。フォローするから大丈夫やろ。俺も名簿から消されちゃったって言って会社辞めろ。それ許されそうだけど辞めたくない。かわいそうに。こんながマルジがおるから新入社員の定着率が悪いんや。その時は面白いと思ったんや。俺もやられたら泣くわ。頑張って苦手な面接をしてやっと就職が決まってこれからは新規一点頑張るぞい。って思った矢先にその光が消される気持ちわかる？泣くほどじゃないとか謝ったからいいとかそういうもんじゃない。一生がかかってんだよ。俺はニートだけど、しっかり謝ってうまいもん食わせてやれ。数回それやればホテルに連れ込める。男や。何か問題でも？マツビレイって会社のパソコンから2チャンネルしてるのかな？ iPhone から Wi-Fi。あと30分で昼休憩終わるから。フォローの仕方教えて。やめられたら困るし、嫌われるのも困る。ビジネスの場にエイプリルフールを持ち込むのはガキ。1万円くれてやれ。あったら第一声どうすればいい？あれ？君誰だっけ？社員証ある？顔面ブローじゃねえか。のどめの一撃はロタ。さすがに呆れられるだろ。男は黙って土下座やね。さすがに新入社員に対して土下座はきつい。余計惹かれるやろ。酒でもおごればいいんじゃね。席があればおごりたい。泣いた後だと恨まれるよ。え、嘘でしょ。って思ってる現実否認の段階で言わないと相手の心に傷が残る。そうだよな。泣くのが早かったんだよ。社内のみんなに泣いてるの見られたの？新入社員4人と、俺と俺の先輩だけ。結構面白いし俺は好き。昼休み中にちょろっと呼び出して一回本当に真面目に謝っとけ。その後歓迎会の時にでも緊張しすぎだからもっと軽く仕事しようぜって話しとけ。食事中だから呼び出せん。ああきっと新入社員たちで俺の悪口だろうな。パワハラで訴えられるか退社して終わりやろ。どっちもまずい。名簿から消せばいいじゃん。クソはロタ。新入社員を温かく迎えてやることもできんのか。温かく迎えようと考えた結果これだったんだよ。ゆるい感じだそうかと。あ、君の名前だと思ったけどよく見たら俺の名前がなかったわはは。これでいけやゴミ野郎。俺がやめなきゃじゃん。先輩はなんて？泣くことないと思うけどお前も悪いぞと。ただ、先輩も俺も何も言わなくて申し訳なかった的な感じ。久々にゴミクズを見た。面白い先輩になりたかってん。悪気はなかった。新入社員だが見てるぞ。絶対に許さないからな。やめろ怖いから。ユーモアのない奴が慣れないことするから。思えば昔から空気読めなかったわ。一がどのタイミングでネタバラシしたのか知らんけど、そこでユーモアとして受け止めてリアクションできる奴が社会では可愛がられるタイプだからな。スレタイのこと言ったら数秒後泣いちゃって。ごめん嘘嘘。エイプリルフールだよ。って言ったら、黙り込んじゃった。そんなに悪質じゃないからしっかり謝っておけばいいって。しっかり謝るわ。むしろその泣かせた子と一番仲良くなって信用回復に努めるしかないな。それ目指したい。来年笑い話にしたい。そういうのは部署替えになった人向けの冗談なんだよ。確かにそうだな。それなら普通に受けたな。おっさん働けよ。あと15分で働き始めるわ。これで新入社員が2ちゃんにすれ立てるかツイッターで言ったら面白いのにな。それは怖い。昔それやられて社員が社長に注意されてた。32歳俺が正社員だった頃が、上に報告行かないことを祈ってる。位置が悪いかどうかは置いといて、それぐらいでなくってこの先やってけるのか？それは思った。学生じゃないし泣くとは思わなかった。俺なら報告してすぐ退社する。怖いからやめろ。そもそも泣くのが早いな。もっとネタバラシまでをもったいぶってマジな空気にでもなってやまだわかるけど、そいつ多分、仕事長続きしないタイプだろ。そうなんだよ泣くの早すぎたんだよ。俺も数秒でネタバラシするつもりだったんだ。初日からいじめとか終わってんな。いじめではないだろ。そろそろ仕事戻るわ。
全力で謝ってくる。愛大体。こんな新人使い物にならないよね。就職難の中やっと通った会社だったんじゃない？悲しい世界。これをいじめ認定しちゃうのか。社会ってもっと不条理なことでも我慢しなきゃいけない場面たくさんあるのに。やっぱりいじめられる側にも問題ってあるんだな。というかいじめだと受け取るレベルが低すぎる。普通にパワハラだよ。何もわからない新人からしたら知らず知らずに自分が何かやらかしたとか期待されてないと思うだろう。だからそのパワハラに認定されるレベルがそもそも低いよね。受け取り手がバカなんだろうけど、冗談も言えない職場で気持ちよく働けるかよ。業務に関係もなくお互いの信頼関係も築けていない以上仕方ないだろう。今の時代はゆとり大正義時代なんだよおっさん。ネタバラシまで早かったんだし、先輩が不器用なりに場を和ませようとしてくれたんだなって解釈はできないのかな？俺だって同世代なのにこうも今の新入社員とズレがあるのか。マジでゆとりと叩かれる理由がわかるわ。緊張してる中で、意味わからんこと言われてパニックになって泣いたんじゃないか？まあ息が余計なこと言ったからだが。相手のこともよくわからないのに嘘つくもんじゃないよね。明るいやつならやめてくださいよってなるかもだけど真面目なやつだと冗談通じないからな。新人いじりしてくるとやる気なくすわ。こいつこれからも俺のこといじってくるんだろうなって。入社日でガチガチに緊張してるのにその嘘はないわ。俺だったら最悪な気分になる。多分俺だったら冗談きついですよー。か、それじゃ失礼しますって言うと思う。泣くのもどうかと思うけどこの冗談はないな。以上で終了なのだ。最後までご視聴ありがとうなのだ。よろしければコメントを書いてほしいのだ。チャンネル登録、高評価もお願いなのだ。バイならなのだ。